セルゲイ・セマクは、ウクライナ出身の元ロシア代表サッカー選手。サッカー指導者。現役時代のポジションはミッドフィールダー。現在は、ロシアサッカープレミアリーグの FC ゼニト、サンクトペテルブルクの監督を務めている。セマクは、ウクライナのルハンシク州、シチャンスケ村で生まれた。1992年、FC プレスニャモスクワで、プロデビュー。同年の後半には、 FC カレリアペトロザボドスクでプレーするが、1993年に FC プレスニャモスクワに復帰する。1994年 PFC チェスカモスクワへ移籍。キャプテンとしてロシアリーグ1回、ロシアカップ2回、2004から05シーズンの UEFA カップ制覇に貢献した。2005年フランスのパリ・サンジェルマン FC へ移籍。 それなりの出場機会を与えられたものの、わずか1年で、ロシアへ帰国し、2006年、FC モスクワへ移籍。2008年、FC ルビン火山へ移籍。1年目ながらも、キャプテンとして、ルビン火山躍進の立役者として、初のリーグ優勝に貢献した。2010年8月、ルビン火山でチームメイトであったアレクサンドル・ブハロフと、 共に FC ゼニトサンクトペテルブルクへ移籍。2013年夏に現役を引退。2014年3月11日、フルスゼニトサンクトペテルブルクの暫定監督に就任した。狭くは1997年に国際試合初出場を果たし、2002フィファワールドカップにも出場した。2006年にフースヒリンクが、 代表監督に就任すると、狭くは居場所を失い、ユーロ2008予選では、代表から外された。しかし、本大会直前に代表チームに呼び戻された。ユーロ2008開幕前の親善試合である、カザフスタン戦では初めて、ロシア代表のキャプテンを務めた。ユーロ2008のオランダ戦では、代表通算50試合出場を達成した。 2009年に入ってからは、キャプテンの座を、アンドレ・アルシャービンに譲っているが、アルシャービン不在時にはキャプテンを務めている。セルゲイ・ボグダーナビッチ・セモック、インターナショナルをピランせず。 ザレック、スポーツ、サッカースタティスティックスファンデーション、http コロンスラッシュスラッシュ www.rssf.com s スラッシュミセレニアススラッシュ se mak-intl.html ハット、ゼニット、スパレッティ解任を正式発表。ゴール、2014年3月12日閲覧。ありがとうございます。